オペレーションズリサーチ、前回ちょっと区切りがいいところまで行ったんですが、ちょっと復習をしましょう。スパーステート圧縮センシング、ちょっと今週も続けていきます。で、ちょっとだけ復習をすると、フーリエ変換という、時間表現から周波数表現に行く変換ですね。それが等価であって、時間表現のところで、密な表現というのは、周波数空間に行くと素であるという話をしました。で、素であるというのは、ベクトルの中で、ゼロでない値を持つ成分が少ないということですよね。ほとんどの成分がゼロで、ゼロでない値を持っているものがいくつかまばらにある。まばらですね。素というのはまばらという意味ですね。一方、密というのは、ベクトルを、データをベクトルとして表現したときに、そのほとんどのすべての成分がゼロではない値を持つ。それを密、もしくはデンスという話をしました。で、表現を変えることで、例えば音とか、我々が声とか、音声とか、音楽とか、あと、空間でいうと写真とか、そういうのは、実空間でいうと密なんだけれども、フーリエ変換して周波数表現に行くと素になっていると。そこの性質を使って、再構成をしましょうということで、フーリエ変換、なぜフーリエ変換が必要かというと、我々が目にする、信号、音や写真、イメージ、音や画像といったものというのは、フーリエ表現、フーリエ変換して、周波数表現にすると素になっている。で、その性質を使って圧縮センシングという考え方。圧縮センシングというのは、その、データの中で、例えばベクトル、データがベクトルとして表現されている中で、すべてが密ではなくて素である場合に、そのなるべく素であるような表現を見つけましょうという話でした。こうですね、ちょっともう一回言うと、こう考えているのは、こういう、オーバーデターミンドのシステムを考えていて、このオーバーデ、ん?違う違う、ごめんなさい。考えているのはアンダーデターミンドのシステムですね。今考えているのはアンダーデターミンドのシステムを考えていて、ここで、この X というのは大きいベクトルで、実際はこれ決まらないんだけれども、X のほとんどの成分が0であるということを要請することで、それをスパース性の要請と言います。そのスパース性の要請をすることで、この方程式を解くことを考えましょうというのが、スパース性の考え方でしたね。いいですかね。まあ、ちょっとこれを考えていって、で、まあ、ちょっとやっていって、フーリエ変換、フーリエ変換いいですね。X を、X の t という関数を、サインとかコサインの和として表すというのが、フーリエ変換、フーリエ級数でした。で、この係数、ここで x の t という関数という時間の関数である x というのが、この周波数表現では a の0とか a の係数、b の係数、これはサインの係数ですね、コサインの係数。この係数を用いることで、この x の t というのをサインとコサインの和として表すと。で、時間表現 xt というのとをフーリエ変換すると、こういうふうに a の a という係数と b という係数が出てくるというふうなことをお話ししました。いいですかね。これでこういうふうに話していって、そして、フーリエ変換をするとノイズが除去できるとか、いいですかね。あとデータを圧縮できるとか、そういう話をして、やりましたね。ここら辺大丈夫ですかね。で、ここ、スパース性の話に行って、こういう元々の画像では、あらゆるところが値を持っているんだけれども、フーリエ変換をすると、まあ、一般的にこの、低周波数の真ん中のところに集まったようなものが出てくる。それを逆、これだけ残して逆フーリエ変換すると、元の画像が、再構成できる。ので、周波数表現というのは、その、素という、元々の表現に比べて、こういう X と Y といった元々の表現に比べて、フーリエ係数という、フーリエ変換したものというのは、素になっている。
ので、スパース性を当てはめやすいということを話しました。それを話して、そのスパース性をどう定義するかということで、このスパース性の定義、じゃあその素というのをどう定義するかというと、ベクトルの LP ノルム、特に L1 ノルムという話をして、圧縮列決定権で決めるため、解を求めるための圧縮センシングという話をしました。で、これが、L なんちゃらノルムですね。皆さんが馴染み深い L2 ノルム、これはユークリッド距離ですね。それを、その代わりに、主に L1 ノルムという、この絶対値を取っているものですね。各成分の絶対値を取っているものを、ノルム、ベクトルの長さにしましょう。で、これを考えるのがいいのは、この、ノルムが最小という、L1 ノルムが最小というのが、スパースということと、とても深い関係にあるという話をして、圧縮センシングの話をしました。いいですかね。で、ここら辺、この前話して、ちょっと難しい話でしたけど、大丈夫ですかね。なるべく少ない、ゼロでない要素の数を対象にしたいんだけれども、これは組み合わせで L0 ノルムというのは難しいので、その代わりに L1 ノルムという置き換えた圧縮ノルム、L1 ノルムを最小化するものとして圧縮センシングを決めましょうとしたのがこの話でした。そしてコードを走らせてみて、これ、ここも線形で、ここも線形なので、線形計画法という方法で一般的には解けます。まあ、いろいろ解き方はあるけれども、線形計画法というのが一つあります。で、それで解いていくと、L1 ノルムと L2 ノルム、同じ、解を満たしている、この線形方程式を満たしている解、Y と C と Phi という行列を知っていて、S を求めたいという問題でした。そうすると、S の方が次元が高くて自由度、方程式の数が少ないので S は1位に決まらない。だけどもこの解を満たす、この方程式、線形方程式を満たす無数の解のうち何らかの、制約上、何らかの、評価関数を最小にする。例えばこの場合だったら L1 ノルムを最小にする。もう一つ L2 ノルムを最小にする。で、これが1と2ですね。ですから、他は一緒ですね。この線形の条件、線形の条件は一緒。そして、マトラボで解くときに L1 ノルムだと、この青いコードで、L1 ノルムを最小にしましょうということで、これ CVX のコードですね。変数を定義して、最小にするのはノルム、S1 ノルムですよということを教えてあげて、制約条件は、セータ ×S イコール Y というのをかけた。これが L1 ノルムの解。もう一つ L2 ノルムの解は、シュードインバースのコードを使って P インブ。まあ、これ手で書いてもいいですけど、これを書いたらこういうふうに書ける。で、まあ、見ていただくと、どちらも、この制約条件を満たしているんだけれども、解の振る舞いはとても違う、ということ。で、ほとんどの係数が0なので、ヒストグラムを書くと0のところにピークがあって、で0でない値を持つものは大きい値を。一方、L2 ノルムというのは、どれもほとんどの係数は0じゃなくて、何か小さな中央の値を、なんかヒストグラムの振る舞いが違いますね。これはガウス分布的な、正規のガウス分布のような振る舞いをしてますが、これはここが尖って裾野が長い。これを U ガウス分布っていうのかな。スーパーガウシアンって言いますが、ガウスよりも尖ってるという、言葉だけですけどね。ガウス分布よりも、尖っている。尖っているというのは、ここが尖っているんですが、っていうので、ような分布で、全然振る舞いが違いますね。この違いは、この L1 にしたのか、L2 にしたのかだけでした。それでも答えがこんなに変わってしまうというふうに思います。で、あとオーディオでこれをやってみて再構成できるかというのを走らせてみて、これスパース。スパースというのはどこの空間でスパースかっていうと、周波数空間ですね。これなんか97と 777Hz だったかな。
それでスパースになってね、その性質を使って、フーリエ空間の中でスパースだということを使って、解いてみましょうとすると、音が、まあなんか P だっけな、なんかそんな音が、同じような音がしましたね。はい。で、まあ、ここら辺をやって、最後、スパース性っていうのはどういうのかという話をちょっとして、スパース性の、最高性の条件、どれぐらい、これ、このうちの何個がスパースであれば、じゃあ何個の、観測方程式が必要なのかというやつですね。これ、確か前のやつだと、このコードだと、128個とかだったと思うので、確かこれ128個ので再構成するのが、3個とかかな、そんなやつだったので、この値を減らしてみて、再構成がうまくいくかとか試してみると面白いかもしれませんね。で、そこら辺の話をして、終わったんだと思います。ちょっと復習長かったですけど、今のところ大丈夫ですか？あとコードが動かなかった、DCT が動かなかったっていうのがありましたが、あれ大丈夫でしたかね？あの後、ツールボックス、あれは何だっけ？何ツールボックスだっけ？あれは、マシンラーニング&スタティスティックスでしたっけ？何か、インストールしたらできたと思うんですけど、コードが動かないとか、そもそも、講義の内容で何か質問があれば、前回のところ、もう一回やってみたら分かんなかったとか、そういうのがあったら教えてください。じゃあ大丈夫ですか？じゃあ今日の話題に行きますね。スパース性と圧縮センシングの続きです。スライドはウェブクラスにあるので、ダウンロードしてください。スパース性と圧縮センシングの2。スパース回帰の話、ラッソという、ものを話すのと、スパース分類と、これ RPCA って書いてありましたけれども、主成分分析のロバスト PCA の話をします。ちょっと難しい話ですけど、まあ、内容はこんなものかっていうので、コード、動くコード、皆さん、内容は、まあ、こういうものだというのを分かってほしいですが、数式で、まあ、分からなかったら、コードを動かしてみて、こういうふうに使えるんだっていう理解でも構いません。で、それも、理解の一つですので、動かして、このコードでこういうことができるんだということが分かってもらえればいいです。なので、コードも、演習の時もコードもしっかり読んでください。で、この本のどこら辺をやってるかというと、3.5 から 3.8 ぐらいまでですかね。で、スパースリグレッションとスパースリプレゼンテーション、そしてロバスト PCA の話ぐらいをしていきたいと思います。で、コードは、チャプター3のあたりで使うのが、このあたりかな。今日の前半はこのあたりを使います。多分、午後にこれであたりを話すかなと思います。ので、この、CH03 ですかね。ここですか。CH03 の、マトラボ、チャプター3の、ディレクトリーを見ておいてください。ここですね。ここのあたり。はい。で、いきますね。で、じゃあ、スパース回帰って何でしょうっていう話から始めていきます。じゃあ、どういう問題があるかというのを、じゃあ、回帰問題、最小二乗法というのを、あれかな、統計でやったと思いますけども、まあ、それはガウスが考えた、200年ぐらい前に考えた方法で、代表的な方法なんですけどね。でも、問題がある、それが外れ値の問題であるという話をします。これは、これコードがあったのかな。回帰問題というのの、回帰問題というのはどういう問題かというと、データがあると。データがあって、X があって、Y があって、それを解きましょう。それを、まあ、横軸が X ですね。
で、縦軸が y ですね。そして、x は、ランダムにマイナス2から2のところで25点を取ってきているような点を、取ってきています。横軸はだからマイナス2からプラス2ぐらいかな、の間の、25点取ってきています。そして、y を作るときに、x に、0.9 をかけて、つまり、ここまでだったら、直線上にあるわけですね。傾き 0.9 の直線上にある。それに何か、0.1 のランド n ですから、標準偏差が 0.1 であるような正規分布の、確率変数を足している。まあ、だからこの y 軸は完全に直線上じゃなくて、ノイズが乗ってるので、こういうふうに、ふらついてるわけですね。で、これをの係数を求めるときには、最小2乗法を使えば、p インブを使ってもいいですが、こういうふうにも書いてもできます。まあ、後です。コードを見ましょう。そして、この青い、そうすると、この、こういうふうな最小2乗法を使って、この係数、傾きを求めましょうというのがこのコードです。で、ここのところで、y の1番目のところをなんかちょっと悪さをして、この直線上になったのをマイナスの 5.5 みたいにちっちゃくしてあげましょう。そうすると、1つ、外れ値を入れただけで、この振る舞いが、本当はというかこの、こうですね、黒い線上にが傾き 0.9 なんだけれども、外れ値が1個、こう大きいのがあるだけで、これが随分ぐーっと動いてしまう。ね。一方、この外れ値を同様に、この左の端じゃなくて、右の端に入れて、右の端のところに外れ値を入れて、最小2乗問題を通ってしまうと、今度は傾きが、こういうふうに、小さく見積もられてしまう。こちらだと傾きが、この黒いのに比べて大きく見積もられてしまったのが、こちらにアウトライア、外れ値があると、外れ値があると、傾きが今度は小さく見積もられてしまいますね。という、最小2乗法というのは、L2 ノルムですね。今まで。最小2乗法というのの、は、今、前回の言葉で言うと、L2 ノルムの最小化ですね。で、そこで、線形回帰を行うと、外れ値がたまたま一つ二つ大きく外れた値を持つものがあると、その傾きの表を推定するときに大きく影響を受けてしまう。これを、回帰における外れ値の問題と言います。で、もうちょっとそれ何をやってるか詳しく言いましょうか。回帰問題というのは、これを英語でリグレッションと言います。リグレッションプログラム。見えるね。こうあったときに、まずデータ、何かデータがある。の xi, i, yi ですね。今こうあって、このデータの、このコードの場合には i が1から25個あった。こうあって、こんな、まあ、0を含みましょうか。こんな風にあって、マイナス2のプラスの2があって、そしてこれが x 軸、y 軸があって、これが、まあ、この傾き 0.9 だから、まあ、これくらいかな。こんな風に25個の点がありましたと。これがデータですね。これが、本当はこうで、こんな風になっている。ね。これがデータですね。これが、この一つに対して x があって y があるというのをこう書いて。で、この時に線形回帰というのは、まあ、定数項がいるんだけども、
簡単のために定数項を忘れて、このデータが、y イコール ax という関係があると思う。この時に a というのは知らない回帰係数と言います。で、線形回帰というのはどういうことかというと、項1の n の、yi-axi の2乗を最小化する。消化する、係数。回帰の係数 A を求めるですね。これはここに1本線をピーって引いたときに、誤差というのはこのデータとこのここですね。ちょっとちっちゃいからわかるかな。ここと、この線のところのこれがこの差ですよね。この差もしくはちょっとちっちゃいけど、まあここら辺に書いて。こことここ、こことここ。この差を取って、こことここ、この、ここを、まあ、こんな風に、こんな風に、こんな風にありますね。ここの、今、線で書いたのは、縦線で書いたのは、実際のデータと、この回帰直線の、差ですよね。それを全部2乗足して和を取ったものが、最小になるように、A を決めましょう。つまり、こいつらが、全体として、このデータとこの直線の距離が最小になる、ちょうど、データを説明するような直線を見つけましょうということをします。で、これを見つけるときに、まあ、方法でやるように、A で微分する、して0にするということをすると、DA か、D のサメーション i イコール1から n の yi マイナスA の xi の2乗と。ね。で、これを微分すると、して、ちょっと計算すると、サメーション i イコール1から n の xi の2乗マイナス2のサメーション i イコール1から n の xiyi か。となるので、これから、A というのは、1から N の XI の2乗のサメーション I と1から N の XIYI。こんなふうに。まあ、これで解いてもいいですね。こういうふうに求めてもいい。もしくは、この、y というのをベクトルだと思って、y イコール y1…y の 20n にしようか。一般的にね。これが n 次元ベクトル。で、x というのが x の1から…x の n 次元の n 次元ベクトル。ね。そうすると、今、この式というのは、最小二乗法というのは、このベクトル y-a の x の二乗を最小化。これ、ちょっと違う、ちょっと違う。大規模データを取ってる人はこれやりましたね。これやると、x で求めるためには、a というのは、x の、偽逆行列かける y。これ、まあ、これとも同じですね。これは、計算すると、x 点値 x の逆数の x 点値の y。これ、ちょっとこうか。ちょっと書き直そうか。そうすると、これを最小化したのが、a イコール x の同じ式を書くと、x の偽逆行列の y。でまあ、偽逆行列の定義を思い出すと、x 点値 x のインバースの x 点値の y、ね。で、今思い出してみると、x 点値の x、ここね。ここね、ちょっと x、ちょっと書くかな。
点値の x というのは、x というのはこれですから、倒してあげて、x1 点点点 xn の x1 点点点 xn。これが x、これが x の点値で、これが x ね。これをかけると、そうすると、x1 の2乗、x の2の2乗ってなるので、2乗のルームですね。x1 の i の2乗になっている。いいですかね。そして、この x 点値 y というのは、これも x の1から点点点、xn の、今度は y の1から点点点、y の n。ちょっと潰れちゃったけど、同じ計算をすると、サメーションの i イコール1から n の xiyi になるんですね。そうすると、この式を入れると、今こうですね、x 点値の x の逆数。これ、行列じゃなくて数字、スカラーなので簡単ですね。で、これも内積になってますね。これをここに入れてあげると、これの逆数は分母に出て、サメーションの i イコール1から n の xi の2乗の、ちょっと窮屈になっちゃったけどね、n の xiyi と。今です。この式ね、ちょっと潰れちゃいましたがね。ちょっとスペースが。いいですかね。この a というのが x の激逆行列の y。これ、一番簡単な激逆行列の、ね、大規模でやったやつ。あとは無限で微分する。というのと、今何をやったかというと、a で微分して、出してきたこの式と、大規模でやっちゃったんだけど、大規模取ってない人ごめんね。偽逆行列を使って出したやつ、一緒ですね。この式一緒ですね。この式使って、これ出したの一緒ですね。まあ、どちらでも同じことができる。で、ここまでで、回帰問題っていうのはいいですかね。質問ないですか？大丈夫かな？そうすると、このデータが与えられたときに、x と y のデータが与えられたときに、これは x のバックスラッシュの y というのは、先ほどの偽逆行列を使った表現になります。いろんな方書き方がありますが、こういう書き方が、これマトラボの記法なんですけど、そうですね。まあちょっとわかんない。後でやってみましょうか。で、まあちょっと走らせてみましょうか。で、ちょっとさっきの見てみると、これかな？ここのところ。先ほどのやつはこれですね。ちょっと待ってね。ここまで走らせればいいかな。マトラボでやるときには、ここ、例えばここまで走らせればいい。先ほどのコードはここになっています。例えば B の、これをちょっとコメントアウトして、B の方か。X というのを、ここ、ちょっとここまで走らせてみると、あ、ちょっと記号が変わってんね。こんな風になって。そうすると、今、ここ、マトラボでやるときには、こう、ここだけ走らせたいときには、これを選んで FQ を押す。FQ ってファンクションの Q のキーを押すと、ここはよくやるんですけど、それをやってみます。もしくは、ここで右クリックして、Evaluate Section っていうと、ここだけやってくれます。まあ、こういうの、これ使ってデバッグとかするんですけども、僕は、それがいいかどうかよく知らないけど、まあ、FQ のキーを押してください、ここで。選んで、FQ のキーを押してみると。そうすると、今、この X というのと、B というデータ、まあ、ノートでは、ノートでは Y って言いましたけども、こういうふうなのがある。で、これを、プロット、X と B、B の、こうすると、今こんなのが出てきますね。こういうふうな直線上に乗ってますね。傾きが 0.9 の傾のはず。そうすると、ここで、A のバックスラッシュ B というふうので計算すると、A true というのがいくつになっているかというと 0.92。まあ悪くないですね。データがあるからであるけど。そうすると、ここのところで、ホールドオンして、プロット、X と A か、A true か。
×これの、赤にしてみようかな。これを書いてみると、今求めたのがこの直線ですね。直線が求まる。これが 0.92 ぐらいの傾きを持っている。で、一方、ここのところ B の最初の値をすごく小さい値にしてあげましょうと。今 B の一番 B っていうのはマイナス 1.7 だったのが、それをマイナス 5.5 にしてみましょう。まあ 5.5 って適当です、数字。それを走らせてみたときに、こういうふうに1個、ここだけ走らせてみましょうと。そうすると、この先ほどの B の値というのが、ここだけ突出して小さくなっています。で、これも書いてみると、これか。これを書いてみると、ちょっと図でね、ここのところ、ちょっと大きくしましょうか。さっきのところでこういうふうに出てるんだけれども、さっきのデータなんだけど、1個だけここのところに出てますね、ちっちゃいのが。ね。そういうふうに出てしまうと。こうしたときに、そうすると、データにアウトライヤーがあったときの A コラプトって、コラプトってなんか崩れたとか、腐ったとかそういうんですね。ダメなデータっていうんですね。ダメなデータで計算したときの、コラプトを計算すると、いくつですかね。1.12 って傾きが大きくなっています。プロットの、こうか。A コラプトにして、先ほどのところに重ね書きしてあげると、あれ、重ね書きすみません。これですね。プロット。ホールドオールしないとですね。こうか。こうしてあげると。そうすると、この元々のに比べて、元々のを書いてみましょうかね。元々のを書いてみると、プロットの A、トゥルーか。これをブルーにしようかね。そうですね。この、今、いいですかね。先ほど、アウトライヤーがなかった。ここにアウトライヤーを入れなかったときのが、この青い線になります。まあいいですね。それに比べて赤い、ここにアウトライヤーを1点入れただけのものというのは、大きく、こう、傾きが変わってしまいます。で、この傾きの計算の仕方というのは、先ほどの、数式を使う。で、計算しています。で、いいですかね。問題は何かというと、こういうふうに、最小二乗法とはとてもいい方向で、スタンダードな方向ですが、外れ値に対して眼見ではない。眼見ではないというのは、たまたまこの25個のうちの1個ですから、24個はまあ正常なというか、こう何か関係性があり、何か直線上に乗ってるんだけど、たまたま1個こういうふうに外れ値が大きいのがあると、この、回帰式の傾きが大きく変わってしまうというのが、外れ値の問題です。いいでしょうか。最小二乗法と、最小二乗法の式と、最小二乗法というのはいい方法なんだけれども、外れ値があったときに、傾きの係数の計算が、外れ値の値に大きく依存してしまう。外れ値に対して眼見ではないという説明をしましたが、今のところで何か質問ありますか？大丈夫ですか？いいですかね。ここまでいいですかね。で、じゃあなんで眼見ではないのかというと、L2 ノルムというのに対し、というの、L2 ノルムを考えてみると、L2 ノルムっていうのは、二乗を取ってきますね。横軸に誤差のイプシロンというのを取って、二乗の項と、を書いてみると、まあこれ皆さん知っている放物線ですよね。y イコール x 二乗。この場合、イプシロン二乗のグラフを書いてるわけですね。y イコールイプシロン二乗。そうすると、大きいものと大きいものほど、誤差ほど、影響が大きくなることがわかります。だから、大きいものの誤差を減らそうとして、傾きを変える。いいですかね。で、一方、誤差のを L2 ノルム、二乗誤差の代わりに、だと今のような問題があったんだけれども、L1 ノルム、
L1 ノルマやりましたね。絶対値の誤差にすると、さほど大きい誤差も、もちろん大きい誤差の影響は、それに比例して線形に大きくなるんだけども、2乗ほどひどくはない。大きい誤差というのに対して、あまり影響を受けないということが期待されます。で、今言っていることは何かというと、L2 ノルム最小化というのは、N 個データがあった時の、yi-a の xi の2乗を最小にする。これを今やってた話ですね。そのもう一方 L1 ノルム最小化と考えた時は、これの二乗の代わりに絶対値を取ります。いいですかね。これ絶対値。これをさっきのベクトルの記号で書くと、y-ax の2の二乗。で、これは、y-ax の一乗。ね。これ L1 ノルムの記号で、L2ノルムの2乗になってますけど、いいですよね。こうなって。で、これだと、この上の方、今まで考えてきた L1 ノルム最小化としての線形回帰というのは、今の考察から、大きい誤差のところの影響を受けやすいということが、期待されます。一方、L1 ノルムの最小化の方は、L2 ノルムほど、最初の、大きい外れ値の値の影響を受けないのではないかというふうに思われます。いいですかね。L1 ノルムの、L2 ノルムの最小化で外れ値の問題ってあったのを、その L2 ノルムの代わりに L1 ノルムを考えることで、より外れ値に対して頑健なものを考えましょうというのを、今ちょっと考えています。で、ここに戻ると、先ほどの L2 ノルムですね。L2 ノルムと L1 ノルム。こういうふうに、大きいところで特に振る舞いが違いますね。で、じゃあ L2 ノルムで、ごめんなさい。L1 ノルムでやってみましょう。L1 ノルムの最小化は、CVX でできます。で、CVX でやると、ここのところで、CVX begin として A の L1 この変数を持ってきて、これはまあ、スカラーですね。だから大きさを指定しないで、これ1と言っています。で、ノルムのこの、これベクトルになっていますが、このベクトルの、L1 ノルムを最小にしなさいということで、ノルムの1を指定します。で、そういうような A を求めなさいと言って解いてもらいます。まあ、これを解いてくれる。そうすると、ここに書いてますが、L1 ノルムと L2 ノルムと実際の、正しいというのは、これが 0.9 っていうのを知っているので、データを生成したときに、これ傾きが 0.9 の直線に乗っているというのが知っているので、まず、これが、データを生成するときに知ってたやつですね。それを true としましょう。そして赤は先ほどの方法で、L2 ノルムの、線形回帰の傾きを求めたものです。で、青いやつというのは、今度は L1 ノルムの、回で、この CVX のコードで、傾き A を求めた。A の L1 というのは A の A の L1 ノルムの最小化で出てきた係数という意味ですね。で、これをやってみて、それで出てきたものをプロットすると、この黒いもの、黒いというのは、まあ、グランドトゥルースというか、真の値に対して、青というのはほとんど同じに傾いています。同じ傾きを持っていますね。で、赤というのは、このアウトライヤー1個に引っ張られて、傾きが、小さく見積もられてしまう。
で、一方、こっちの方、ここに、アウトライヤーがあると、L2 ノルムはこのアウトライヤーに引っ張られて、傾きが大きく見積もられてしまう。だけども、L1 ノルムの解は、真の値、こういうふうに、アウトライヤーがあっても、このアウトライヤーに影響、この外れ値に影響を受けることがなく、真の値に、ほぼ重なっている値を出している。いいですかね。L1 ノルムの最小化をすると、最小解は外れ値に対して眼見であるというところが分かってもらえましたでしょうか。ここまでで何か質問ありますか。じゃあもう少しやって最後ちょっと練習をやるかなと思ってますけど、回帰問題、じゃあ今 L1 と L2 の最小問題をしましたけども、よく使われる方法としてラスト回帰というのを説明したいと思います。有決定形に関して、ね、おけるスパース回帰ということで、今度は A が、の自由度 A というのがこう横長な行列なわけですね。横長な行列の時に、こう A 違うわ、縦長だ、ごめんなさい、縦長な行列の時に、縦長ですね、トールスキニーマトリックスですね、この場合。N の方が M より大きい。トールスキニーマトリックスの時に、このデータ、この線形方程式を解きたいと。で、X の中で、X が、の中で、全部値を持ってしまうんじゃなくて、その中で、ある程度スパースであってほしいということで、何かラムダという重み、これラムダというのは後で決めないといけない係数なんですけども、何かラムダという重みがあると思ってください。数です、これ係数です。で、これを最小にする、これ最小二乗解、最小二乗解って今やったやつですよね。この最小二乗解を求めるというのが、この項なんですけども、その時にX というのがに制限というか、をつけて、X が、データに当てはまっている、これデータと X をうまく選ぶということで、この方程式が解けているということですから、これが、データへの当てはまり度を示している。で、L2 ノルムを使って、この場合 L2 ノルムを使いましょう。その中で、じゃあこれだと、線形回帰の問題になってしまうので、ここのところで、スパースというものを使う、L1 ノルムの最小解という付加的な評価関数を加えます。この X、このデータに当てはまりながら、L1 ノルムをなるべく小さくするようなものを決めましょうと。これが今までやってきたデータの、データへの当てはまり具合。それに、その変数がなるべくスパースであるという、要請を加えます。で、ラストというのは、データの当てはまり度と、解のスパース度のトレードオフになって、まあ、それを決めるのがラムダというパラメータです。で、ラムダというのはどう決めるかというのは後で説明しますが、パラメータラムダはこの当てはまり度とスパース度のトレードオフ、どちらを優先するかになっています。で、ラムダが小さい場合にはここを無視していいので、ラムダを無視していいので、データに当てはまるような X を持ってくると。そうすると X のほとんどが、0でない3つの解を出すようになります。一方、ラムダを大きくすると、これ、L1 ノルムの項を、重みを大きくするので、データの当てはまりはとりあえず置いといて、なるべくスパースな解を見つけてきます。で、この2つの項というのは、共
競争的になっていて、これを当てはめ、これを持ってくると、これを、これが強いときには、これが強いというのは、ラムダが小さくて、これが、これを考えているときには、X というのは密な解になり、ラムダが大きくて、ラムダが大きいときには、このこうデータの当てはまり度をひとまず置いておいて、なるべく素な解が出る。で、我々が欲しいのは、データに当てはまりながらも、素である、適度に素であるようなベクトルを見つけたいというのが、ラッソというものの、考え方です。で、ラッソというのはちょっと長い名前ですね。リースト・アブソリュート・シュリンケージ・アンド・セレクション・オペレーターって、これ後でどうしてこういう名前なのかというんですけども、リースト・アブソリュート・シュリンケージっていうのは、まあ、ここ、絶対値を取っているという意味ですね。アブソリュートって絶対値ですね。シュリンケージが縮めるっていうですね。あとでちょっと、どうしてこんな名前なのかっていうのが、数式解いてみると分かるので、ちょっとそこを見ながらやっていきますが、これはだから、まあ、シュリンケージ、シュリンクって縮めるという意味ですね。で、セレクションオペレーターっていう、セレクションというのは、選ぶということ、選択するということですね。縮めて選択するようなものというのがラストという意味です。で、ラストってちなみに英語では投げ縄って意味ですね。こうやってなんかこう西部劇でこう投げる投げ縄、まあこう投げ縄でその自由度をキュッて掴むっていう意味なんでしょうね。うまい名前ですよね。で、まあちょっとやらないといけませんが、ちょっと数式見てみないとわからないと思いますけども、で、このパラメータラムダっていうのが決まればこれを最適化するのは、まあ CVX でもいいし、何でもいいんですけども、これを解くことができる。でも、ラムダがどの値にしたらいいかというのは、最初にはちょっとわからないので、後でちょっと説明する交差検証法という、クロスバリデーションという方法を使います。これも、データ解析ではよく使う方法なので、後で説明、後っていうか、ちょっと内容だけ説明します。難しい内容ですが、まあ、ちょっとついてきてください。ちょっと聞いててください。で、ラッソというのを解くときに、ここに行列 A がかかっていますね。これを最小にする。これを最小にしてくださいというときに、行列 A があると、ちょっと、まあ、もっと話を簡単にしましょう。一番簡単にするために、A が、これが、本当はこれ、単位行列にならない。単位行列だと思っちゃいましょう。単位行列だと思いましょう。そうすると、この A というのを、忘れて、これが1だと思えば、1というか単位行列だと思えば、ここが、ここのところは、x-b の2乗プラスラムダの、L1 ノルムになっている。で、これは、思い出してみると、これ、成分で書くと、これ N 次元ベクトルですね。これ N 次元ベクトルですね。NN にしてみましょう。そして、すると、ここの2乗ノルムの項というのは、L2 ノルムの項というのは、各成分の xi-bi の2乗を取って、そしてここが2乗、ここの L2 ノルムの2乗項から各成分の2乗項が出てきますね。で、この L1 ノルムの項は絶対値の和ですから、これも和の形でかけて、ラムダの各成分の絶対値の和を。そうすると、これを見てもらうと、X の、この和、それぞれ X の I 番目のものっていうのは、X の I と B っていうのは何か知ってる数字。で、ラムダも知ってるとすると、この X の I だけ。この X の I 番目のところというのは、X の I番目のところは XI という変数しか含んでないですね。つまり、X の i を最小化するときに、X の1、例えば X の1を最小化するときに、X の2とか X の3とか X の4とかの影響を考えなくて済むわけです。で、それがこの A を、単位行列に置き換えた理由です。話を簡単にするために。そうすると、これもし A が、単位行列じゃなくて何か、非対角要素にも、非対角成分も持っているような行列だとすると、X の1を決めるときに、X の 2の振る舞いとか、X の3の振る舞いとかも
含めないといけないので、話がややこしくなります。なので、それを簡単にするために、これ、ここを単位行列と置いていると思ってください。そうすると、この一個一個の、X の I 番目の成分っていうのは、他の J 成分とか K 成分とか、他の成分とは、によってないわけですね。この最小化問題ですから。ですから、これを各変数 に関して分離されているので、1変数の最小化問題をとりあえず1つずつ考えればいいということで、これを考えればいいですね。で、これを考えてみましょう。で、これは高校の数学みたいなものですね。これを最小化しましょう。まあ、B の値が与えられたときに、B とラムダが与えられたときに、これを最小化、まあ J と書きましたが、これを最小化する問題を考えましょう。これじゃあの、ちょっとノートでやってみましょう。まあ、ラッソの問題ね、ラッソ。の一変数の問題。で、今どういうことを考えたかというと、JX というのを考えて、これが X-B の2乗プラスラムダの絶対値の X。で、B とラムダは知ってるとしましょうね。で、こういうのを解くときにどうするかというと、場合分けですよね。じゃあ JX というのが X の X-B の2乗のラムダ X というのは、まあ、ここに絶対値があるので、この絶対値、に関して、まず場合分けしますよね。x-b の2乗プラスラムダの x。これは、if x が0以上の場合。で、x-b の2乗のマイナスラムダ x。if x が負の場合。ですよね。これいいですよね。絶対値なので。いいよね。これこんな。なので、じゃあちょっとここだけ考えてみましょう。X が正の場合、0以上の場合、まあ1って書きますかね。そうすると、JX っていうのは、X-B の2乗プラスラムダ X。まあラムダは正だと思っていますね。まあ B は正の負の取り入れと。で、これを、x2 乗マイナス、2の b、引く2分のラムダの x かな。プラス b の2乗。これ、平方完成してますね。これ展開すると x の2乗マイナス 2bx プラス b の2乗。それで b ラムダ x がここ、これ、ここで入ってますね。x の係数として。で、平方完成をすると、x マイナス、b 引く2分のラムダの2乗、プラス b ラムダマイナス4分のラムダ2乗と。こうなる。そうすると、これ、皆さん大好きな平方完成ですね。ここももう一回場合分けをしないといけなくて、これは、どういう、どういう関数かというと、どういう関数かというと、これ、x の2乗ですね。そう、それで、最小値を取るところがここになって、b 引く2分、マイナス2分のラムダ。で、この b 引くマイナス2分のラムダが、正の領域にあれば、ここで最小値を取るんだけど、これが、正でない負の値を取る場合には、ここが
最小値取れませんね。ちょっと何を言ってるかというと、まあ、場合分け、高校の時でやってるようなもんだよね。B 引く2分のラムダが負の場合。はい、というのは、この図という、このグラフというのは、横 X があって、これ、JX があって、X があって、今、ここが最小値ということですから、この放物線というのは、ここだとすると、こんな風になってる。こんな風になってますね。ここが B 引く2分のラムダ。ね。で、X というのは今0より大きいので、この場合というのは、この放物線自体の最小値はここなんだけれども、これ、負の領域にあるので、ここまでいけないので、頑張っていけるところで、ここまでしかなりませんね。この時、X が0に、の時が最小になる。で、一方、B マイナス2分のラムダが0以上の場合には、同じグラフを書くと、ここがこうあって、こうあって、今度はこうあって、こうあって、こんな風になっていると。ここが、B マイナス2分のラムダなので、ここで、赤で書いてあるね。ここで最小値。ね。いいですかね。そうすると、解の振る舞いがこの場合とこの場合で違うわけですよね。まあ、場合分けをしたと。で、これ、最小にするような X を求めたいということですから、今言ったのを、今の答えがこれになります。X が正の時というのは、で、B が2分のラムダより大きい時ですね。この時には、この X というのが、B 引くマイナス2分のラムダ。そして B が、絶対値の2分のラムダ。B が2分のラムダより小さいときには0になって、負のとき、今説明してなかったですけども、負のときというのは、負のときも同じようにやればいいですね。負のときも同じようにやると、こういうふうになる。そうすると、もしこの項がなければ、このラムダが0の時と0であれば、x-b の2乗を最小にするような、この x-b を最小にの2乗を最小にするような項というのは、x 常に x イコール b で直線になりますよね。直線になる。でも、ラムダが0でない値を取っているとすると、この b がちょっと小さいときには、b がラムダより、ラムダを定数として、b が、この2分のラムダより小さいときには、この x は0になり、で、0になりますね。0になるので、この、ここのところ0になってる。ラムダが、ここですね。ここ0になってる。例えばラムダが2のときを見てみると、この2分の、ラムダで、2分のラムダですから1ですね。マイナス1から1のところでは、この x の値というのは0になっている。そして、そこからまた直線が出てくる。出てくるんだけど、これは、b の値に、ここでだけ引かれている。b、この場合、ラムダが2の場合、まあ、b 引く1になっている。b 引く2、あ、b 引く、ラムダが2の場合の1ですね。b 引く1。今b よりちっちゃい値になっている。で、これで、何を言ってるかというと、この b が、この大き小さいときには、係数は0になって、なるべくスパースになる。で、b が大きい値を持っているものはノンゼロになるんだけれども、
このマイナス2分のラムダとかプラス2分のラムダという項が加わるので、B よりもちょっと値が、絶対値がですが、絶対値が小さくなったものが出てくる。それがこの直線の意味ですね。ここのところ。ここのところ、これでこうなっている。で、ラッソの名前の話ですね。ラッソの名前の話をすると、リーストアブソリュートシュリンケージ&セレクション。まず、セレクション、まあ、シュリンケージというのは縮めるというより、シュリンクって、まあ言ったりしますかね。シュリンクって英語あるよね。シュリンクというのは縮めるっていうで、シュリンケージっていうのはそれの名詞なので、縮めることですね。縮小と言ってもいいかな。で、セレクションは選択ですよね。縮小と選択っていう意味ですね。で、これを見てみると、縮小の部分、この、B の値よりも、ちょっとマイナス2分のラムダを引いたり、2分のラムダを足したりしているので、ちょっと B よりも、B の値よりも小さな値になっているということで、これをシュリンケージ、縮めて縮小している。で、さらに B が小さい値を、何か式値よりも小さい値、2分のラムダより小さい値の場合には、この係数は0になっているので、ゼロになっているので、これは選ばれないというか、値を取らないということですね。で、値を取らないようなものを見つけてくるのが、これセレクションになっています。で、セレクションというのは、まあ、ゼロでないものを、ような係数を持ってくるものを、小数見つけて、そのゼロでない係数もちょっと、シュリンクというか、ちょっと値を小さくしなさいと。いいですかね。ちょっと英語で難しいですけども、セレクションっていうのはここの0になる部分で、シュリンケージっていうのが、この0でないんだけども、少し小さい値を持っている、ここのところの引き算をしたり、ここのところ足し算したりしているところが、シュリンケージと言います。で、これを、この場合分けしたやつをちょっとまとめて書くと、サインの B という記号は、これ、数学で使うかな。B がプラスの時とマイナスの時ですね。ちょっと B が正であれば1、負であればマイナス1というサインを出してくる。これサインって意味ですね。サイン、サインって符号のサインですね。SIGN のサインですね。符号を取ってくるというオペレーターです。B がプラスであれば1、マイナスであればマイナス1。そして B の絶対値引くマイナス2分のラムダのプラスというのは0より大きいところを取ってきなさいという。ちょっとこれ記号とか記号の説明を、あまりしないのかな。ちょっとだけ記号の説明をすると、そこのノートで書いてある、X のハットのアーギュメントの X の JX というのが、サインの B かける、B のマイナス、2分のラムダのプラス。これはどういう記号かというと、サインの B というのは、プラス1、if B が正、マイナス1、if B が負。B が0のときはちょっと不定になりますけどね。まあそこはあんまり気にしない。B が正と負のとき。で、一方、ここのところですね、カッコですね、カッコ。このプラス。B のプラスって書く。B のプラスは、B、if B が正である。で、0、if B が負。これはどういう図で書くと、図で書きましょうか。図で書くと、B というのは、こうあって、こうあって、ここがプラス1で、ここがマイナス1ってすると、こうあって、ここのところがこう来て、
含んでないか、これ、白抜きだね。白抜き丸。で、白抜き丸のこういうグラフになりますね。これが B。で、これがサイン B ね。で、B のこの、整流。これ整流、レクティファイア。最近、ニューラルネットワークで出るとか、ね、聞くかもしれませんが、整流ですね。B。で、これが B の絶対値。違うわ。B のプラス整流。というのは、B が負の時には0、5を走っていて、ここのところで、線になったらこういうふうに出していくと。まあ、こういうふうなもの。こういうグラフ。で、じゃあ、後でちょっと落ち着いて、サイン B というのと、この、今これ、整流の話をしましたが、この記号の説明が分かれば、そうですね。この、これいいですかね。これ、まあ、記号の説明ですね。使うと、この3つの場合分けというのが、こういうふうに書けると。ちょっと自分で、落ち着いて確かめてみてください。B がプラスの時と、B が2分のラムダより大きい、B の絶対値が2分のラムダより大きいかちっちゃいかで場合分けしているので、しています。で、これを、よくこういうふうに S の2分のラムダの B、この関数を S、シュリンケージの関数ということで、2分のラムダのパラメータで B をシュリンクしたということで、こういうふうに書くときも多いです。まあ、こう書いてますというだけなんですが。いいですかね。これいいよね。まあ、高校の、場合は、まあ、これ絶対値がなければ難しくないでしょう。絶対値がなければ難しくない。高校の最小化問題なんだけど、絶対値があるので、ちょっと場合分けをしないといけないので、ちょっとコミってますね。まあ、ちょっと混乱しなければ、X というのの、場合分けをして、ここの絶対値の場合分けをして、この B の大きさに対して場合分けをするということをすれば、この関数が出てくると思うので、自分でちょっと納得してみてください。まあ、これはいいかな。このアーグミンっていうのは、この J というのを、J という関数を最小にするような X の値。それ X ハットとしました。ね。それで、一応念のためですね。念のため、J というもの、最小値というのも、場合分けで出てきて、こういうふうに、出てくると。最小値。これは最小値ですね。評価関数 J の最小値を与える。最小値。これは、arg とついているので、アーグメントで、最小値を与える X の値ですね。ここまで質問ないですかね。で、じゃあ、これをプロットしてみると、これ、B を、今 B が、これはどっかのことだったっけな。B が十次元ベクトルで、今のやってる問題というのは、B が十次元ベクトルで、もともと黒いベクトルで、B というのが、こういうふうに、値を持っていたとする。その時に、今、この十次元ベクトルですね。これはどういうことをやっているかというと、今 B というのが、十次元ベクトルで B が1、点点点、B の10の値を持っていて、これが今それぞれ何か適当な値を持っている。の時、X。今、X も十次元ベクトルとしましょう。点点点。簡単なために。X の10ですね。10個ある。そうすると、今、ラスト問題というのは、問題というのはどういうのかというと、簡単のために、A の行列を1と置いているので、
x-b の2乗ノルムの2乗プラスラムダの x の l1 ノルムというのがサメーションの i イコール1から5枚10の xi-bi の2乗プラス、ラムダの xi になっている。ね。で、これを解くと、これ一個一個バラバラですから、解くと、xi のハットというのは、s の2分のラムダの bi になっています。ですね。そうすると、ラムダの値をいろいろ変えていくと、b の小さい値、bi が小さい場合にはこれ0になって、bi が大きい値をとっても、ちょっとシュリンクされる。で、これを見てみましょう。今こういうのこれを解いて、これがこのラストの話ですね。で、ラストの意味っていうのは、least absolute というのは L1 ノルムを最小化。で、least っていうのは最小っていう意味ですね。absolute っていうのは絶対値ですね。L1 の。で、シュリンケージな解を縮小する。で、セレクションっていうのはゼロでない部分をなを選択するというのがそうになっている。で、これを解いてみると、これ、プロット B、B でこういうふうに書いて、B、B というのはもともとこの黒いやつだったとしましょう。適当にランダムで決めておきましょうと。で、ラムダが小さいとき、数式を見てもらうと、ちょっとこの数式を見てもらうと、ラムダが小さいときというのは、ラムダが小さいときというのは、ほとんど直線なので、この、x というのは、b と同じ、ほぼ同じになるということが期待できます。一方、ラムダが大きいっていうのは、スパースになるので、ゼロの成分が増えて、その振幅が小さくなるということが期待できます。それをプロットしてみると、こうなっていて、黒がこういうふうに B で、与えられた B ですね。与えられた B で、それでラムダが 0.1 という小さい値にすると、X と B、X、B と X というのは、ほとんど変わらないですね。ちょっとちっちゃくなっている。ちっちゃくなっているというのは原点寄りになってますよね。そしてラムダを大きくしていくと、今度オレンジにすると、振幅がどんどん小さくなって、そして、係数が0のものも出てきますね。この場合 0.5 なので、2分のラムダより小さいもの、つまり 0.25 より小さい係数は0にしなさいということなので、ここら辺とかここら辺は0。で、ラムダを1にすると、さらに、係数が小さくなっていって、0になるものが増えてくる。そして、紫色のラムダが2のものにすると、ゼロでない、ほとんどの成分がゼロになってしまう。ね、っていうのは分かります。それを書いているのがこれです。これは、見方は、ラムダを、こっちをゼロにします。これゼロにしているときには、ゼロにしているときには、ラムダがゼロのときには、L1 ノルムの最小化を全然考えてないということなので、B と同じ解になります。それでラムダを、こちら向きに大きくしていきます。これちょっとこういう慣習なんだよね。なのでちょっと反対になってるけど、ちょっとそういうもんだと思ってください。こちらを0から始めていって、少しずつこっちに行くと大きくなっていく。それでラムダをすごく大きくすると、解かなくても分かるように、全部の解は0になってしまいますよね。で、ラムダを少しずつ大きくしていくと、これラムダが 0.1 の時、0.1 の時、それを大きくしていくと、どっかここで、この2つの解というのは、ラムダを大きくしていくのは0になって、なる。そうすると、ここで0の解が出てきてしまう。いくつか0になる。そして、これをこういうふうに減らしていくと、0の解が増えて、ノンゼロじゃない解というのが出てくる。で、ここまで来ると、紫に来ると、これ重なっちゃってますけども、0の解が10個のうち8個で、0じゃない解が2個しかない。ちょっとこれ見にくいですけど、紫のやつはこことここだけ多分0じゃない値を持っていて、他のところは0になっている。
で、スパースですね、2個しか、10個のうち2個しか、ゼロじゃない値を持つので、スパースの回だけ。で、ラムダを選ぶことで、ラムダをうまく調節することで、こちらデータへの当てはまりがいいけれども、データへの当てはまりがいいけれども、データへの当てはまりがいいけれども、いいのと、スパースなのと、回を、ラムダを増やすことで変えることができます。で、ラムダをどう選ぶかっていうのはまだ説明してないんだけども、で、さっき見てもらった、この、この、これですよね。この、これを見てきて、この、これを見てもらうと、この評価関数が、じゃあ、どれぐらいの値を持ってるかというのを、計算してみると、ラムダが小さいときというのは、これ小さい、この関数が小さければ小さいほどいいですね。ラムダが小さいと、こういうふうな、小さい値を持つんだけども、ラムダが大きいと、こういうふうに、最小値が大きくなってしまいますね。何か質問ありますか？誰かマイクをオンにした？もし質問があれば声をかけてください。これが今、ラストの説明ですね。ラムダの値を変えることで、こういうふうに振る舞いが変わると。で、ちょっとここで切れがいいので、あと10分ぐらいなんですけども、ここ、見てみてください。1変数のラスト回、さっきやったの、自分でちょっと手を動かしてみてください。まあ、10分ぐらいやれば、大体こんなもんかっていうのが分かりますので、これで今のスライドの数式を見てみてください。で、ラムダの値によって、X が0になる、なったりならなかったりっていうところですね。それが、スパースネスのコントロールをしているこの方になります。で、スパースネス、あと、コードのところとして、スパース回帰の例、さっきのコード、ロバストレグレッションプロダクションですね。どの子だっけな。このコードかな。このコード。ロバストリグレッションプロダクションというところで、ここを走らせてみて、まあ、これを走らせるとプロットが出てくるわけですが、これで、これ今、CVX をやってるのかな、CVX をやっていて、それが出てきて、それでプロットをしてくれると。そうすると、この今、外れ値の値を、ここで、例えば、教科書に合わせてマイナス 5.5 にしましたが、例えば B の1番目をずらすとか B の何番目をずらすとかそれをした時に、A の true というのが 0.9 に近い値で A の corrupt っていうのが、L2 ノルムで外れ値に引きずられる値そして A の L1 というのが、L1 ノルムの最小化で、外れ値には眼見な値と思っていますそこをこの外れ値の値を、例えばこれ1個だけ入れてますか、何個か入れてみるとか、入れたときに、この、A のコラプトと A の L1 がどう振る舞うかというのをちょっとコードを走らせてみてください。これぐらいであと9分、8分ぐらいなんだけれど、質問ありますか？どうでしょうか？ここで質問がなければ、ちょっと演習に入って、そしてそのまま、講義2限目は終わりにしようと思うんですけども、どうでしょうか。じゃあ、質問がなければ、ここで一旦終わりにします。終わりというか、演習にします。演習終わりって言っちゃいけないね。演習。まあ、時間過ぎるぐらいまでやってもらって、それで、まあ、質問があったら質問してください。私いますんで、時間まではいますんで、質問があったら質問してください。じゃあ、ここで一旦、演習に入ります。